市井初音広和やと球団関係者抑えもできる人材が欲しい。コジャは阪神が狙ってそうってよう言われとったけど、ほんまやったか。コジャってそんな縁か。サンスポやん。出禁だったサンスポがドライチを教えてもらえるわけないだろう。コジャって巨人も有力候補に挙げてたけど、巨人が挙げると地雷感あるのに阪神が挙げると大卒サワンだし、なんか当たり感出てくるな。こういう事前記事って当たってるもんなの。細野のような突発的請求難は藤浪でこりたか。大勢栗林や真安の系譜か。高卒はマジで育たんから大卒路線でいいよ。これでよい。もうここまで断定的に記事書くならマジでそうなんやろ。抑えを1位で指名するんか。そりゃ岩崎も岩貞も島本も梶谷も30付近か30超えてるから補強するとしたらこっちになるよな。及川、桐敷は最低どっちかは先発にしそうだし。デイリーは大卒即戦力投手って書いてるな。デイリーもそう言うならマジで前田はスルーして大卒投手なんやな。となるとサンスポの記事も信憑性はあるな。先発だけど抑えて規制ありそうなピッチャーを選ぶってことやな。要するに山崎康明と隔離林みたいな感じか。阪神は大体想像つく。セリーグで読めないのは巨人と広島と横浜、ここ3つはマジで読めない。こじゃって公言したら一本釣りいけそうよな。井端と西尾でやってた仮想ドラフトやと大阪桐蔭前だって言うてたで。今年のプロスカウト枠はこじゃか。コミュニティにて額の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。